皆さんこんにちは、ツコミゴードです。この前スーパーでポテトが安くなってて、それ買ってきちゃって、で昨日また同じスーパーでポテト安くなってるじゃんと思ってまた買ってきたから、家にたくさんポテトがあるんで、俺もうほんとすいません俺は本当になんかボケたじいちゃんみたいになんか2回も同じもの買ってきちゃった。お、安かったで、じゃがいも買ってきたで。ほら、おじいちゃん、またじゃがいも買っちゃって、もう家にたくさんあるんだよ。昨日買ってきたじゃん。え、家にあった？誰が買ってきたよ、じゃがいも。いや、それはまたおじいちゃんでしょ、買ってきたのは。覚えてないの？いや、しな、じゃがいも食えへん。いや、こんなたくさんじゃがいもどうする、誰が食べる？これ重いで、これ、そこの坂してる？そこ、これ重いのをずっと持って、ずっとあの坂登ってきたで、こう持って、じゃがいも、おい。え？じゃがいも買ってこなくてもいいんだよ、おじいちゃん。安かったで。はい、しゃ。無理しないで。じゃあ、これで、ゴールにマッシュ作ってもらえよ。マッシュなら俺もちょっと食うわ。食べやすいマッシュは。わし、歯がもう持たん。ゴールが作ってくれるなら。私もちょっと食べたいよね。ここで作ってくれると嬉しいわな。というわけで今日はマッシュ作ってあげたいと思いますで、食材はですね、もちろんポテト、じゃがいもで、一応ポテトの皮は食べられるから、で、しかも皮の方が栄養入ってるで、まあ聞いたことあるで、しっかり洗って皮も無駄にしないように作ります。まあもちろん皮剥いて中身だけでも作れるけど、そっちの方がまあ白くて色が綺麗なんだけど、じゃがいもと必要なのは牛乳とバターで、普通だったらもっとでかいやつ買うんだけど、今スーパー行ってきてさ、このちっちゃい1個ずつ入ってるやつしかなかったから、まあ、とりあえずバター入れます。それで塩コショウか塩、まあどっちでもいいんだけど、塩コショウでも塩だけでも大丈夫です。で、食べるときは結構ケチャップあると美味しい。で、作るときさ、これがないと結構難しい、このつぶるやつ、ミキサー、普通にミーンってするミキサーがあればもっと楽なんだけど、うちはね、そんなのないんで、これでマッシュ作ります。こうやってで、最初はめっちゃ簡単ですよ。ポテトをお鍋に入れて、水入れて茹でる、15分、20分、まあそのポテトのじゃがいもの大きさによるんだけど、15分20分ぐらいかな、かかるのは。じゃがいも茹でてきました。えい、よいしょ。あとは潰すだけですよ。これで潰しながら牛乳と塩コショウとバターちょっとずつ混ぜながら、俺いつも適当だから味見しながらやってる、いつもよね。こうやって潰して、うわー、そして牛乳と、もうめっちゃ適当に牛乳、バターも入れる。この小さいのをいちいち焼けるのはめんどくさいああ、この中で一番高い食材はバターやな。一番お金かかるのは牛乳、じゃがいも安かったで、塩も安いよね。で、こうやって潰していきます。これで簡単にじゃがい、あ、な、なに、じゃがいもじゃない、マッシュ、これ簡単にマッシュができました。じゃがいもの種類で味も変わってくるけど、まあぜひ作ってみてください。これ結構ステーキとかチキンとかに合うんで、まあこのまま食べても美味しいけどな。安定の美味しさ、マッシュ。うまい。それじゃあ皆さん、また遊んでね。じゃあねー。